ショータイム。ショータイム。二等兵の友人屋です。T 隊長です。隊長でございます。はい、今日はですね、こちら、カーシー博士のセルフヘルプ術、はい、プリーズアンダースタンドミーと、はい、やり続けて、うん、今日は、引き続きですね、うん、愛称編、今日は INFJ、うん、作家と、はい、ESTP、プロモーター、うん、この正反対のタイプの相性のお話をと思います、はい、ISFJ 作家、はい、まあ、1% らしいんですけどね、うんうんうん、人生の意義や目的を教えてあげられる人を求めるとあります、はい、ISFJ は謎めいている、うん、発明の才を持つ ENTP か、うん、自分とは正反対のタイプ、うん、すなわちESTP、うん、ENTP か ESTP を相手に選ぶ傾向があると、うん、ENTP と ESTP は一見していると似ていて、うん、両タイプとも、うん、魅力的な部分としては上品、都会的、うん、ユーモアのセンスがある、うん、機知に富む、うん、人懐っこい、うん、大胆で向こう水なところもある、うん、完璧ですね、うん、しかし、はい、一方 INFJ は、うん、発明に夢中になり、うん、もう一方は事業の促進に夢中になる、うんうん、この違いはかなり大きい、うん、発明家は珍品を発明し、プロモーターは事業を起こすという違いがある、うん、プロモーターが成功するためには、うん、良い意味で詐欺師でなければならない、うん、つまり人々の信用を得なければならないということだと、うんうんうん、人に意義や目的を与えるタイプの INFJ がなぜ起業家タイプの ESTP に好奇心をそそられるのかというと、うん、事業計画の意義や、起業家自身の精神を見つけられるように起業家を助けたいと思うと、うんうん、同じようにこの INFJ が ENTP に夢中になる理由としては、馬鹿げた発明、まあ、馬鹿げた発明って言ってますけど、かっこ、うんうん、多くの発明は不成功に終わることが多いっていうことからそうやって言ってますと、うんうん、にとらわれている飲酒打破主義者を救ってあげたいと INFJ が願うからだと、うんうん、じゃあ逆に、プロモーター ESTP のところを読むと、うん、人生の意味を教えてくれる人を求めるとあります、うん、ESTP の直感面での反対タイプである INFJ、うん、作家はとても少ないと、うん、ESTP このプロモーターが 13% を占めるのに対し、うんうん、INFJ は 1% だよと、うん、なのでこの ESTP はシャーマン、うん、シャーマンタイプ、うんうん、シャーマンタイプって何でしょうね。シャーマンですよね。宗教的な、祈祷師的な。急に出てきました。すいません。はい。そんなのは載ってないですね。あ、シャーマンのような。ような、うん。シャーマンのようなタイプがやり手のプロモーターと結婚することが想像できると。うん、ESTP にとって魅力的で良縁なのは INFJ の管理者であることが多いと。うん、このようにその企業する人と管理する人、うん、で補足し合う関係は、うん、特にプロモーターが男性で管理者が女性であれば、うん、申し分のないカップルになるだろうと、うん、なんでちょっとその 1% しかいないので、うんうん、そこにはあまりちょっと説明が割かれていない感じでございますと、うんうん、はい、マイナーな、はい、うん、というところで、はい、さらっと、はい、はい、すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。